この配信はディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアのイベント配信となっております。今回の配信でやっていくのはマリアの登場イベントですね。 FF2 の、まあ、好意点マリアですかね。いきなりなんか音声が途切れたような気がするんだけど、あ、大丈夫か。ローディングか。びっくりした。とりあえずまあ今回の配信もいつも通りですかね。イベント戦っていうのが一応用意されてますので、まああの、イベントシーンとか見ながらね、難易度低い順番に攻略していって、まあ合間にガチャも回す。そういう配信にしようかなと考えていますので、まあ12時くらいまでの1時間程度の配信になるかと思いますけれども、まあ今回もよろしくお願いいたします。っていうわけで早速、今なんかもあの、マルチプレイに呼ばれてますけどね。ごめんなさい、ちょっと今配信中なので、助けに行けないわ。こちらですね。ガチャガチャと聞いて、いきなりガチャを目に来た。一応あの、最初はあの、ちょっとあの、途中まで攻略は普通にやってきます。まああの、イベント戦、難易度10、20、30とあるんですけどね。30終わってイベントシーン見たぐらいのタイミングで、まああの、皆さんが楽しみにしてるであろうガチャを回しに行こうかと思います。なんでちょっと、最初はね、あの、普通にイベントやってるところを見ていてください。まずはイベントシーンからですね。放送お願いします。森に咲く花。野原族。2のキャラは、2人目ですね、まだ。このオペラムニアに来るのは。そんな！来ないで。マリアですね。意外だったのが、このマリアですね、あの、声当てているのが、三石琴乃さんなんですよね。PSP1 とかのムービーでは、あの、下谷のり子さんが、声を当てていたんですけど、こちらでは、まあ、セーラームーンでおなじみの三石さんが、マリアをね、演じておられます。うん、あっさりと、負けましたね。イミテーションが、やっと言ってくれた。どうして私がこんな目に、いきなりまあこういう世界に飛ばされて困ってるわけですよね。もう疲れた。絶望を仕掛けてるんですけども、みんなに会いたい。フリオニール。ぐすん。ツーもね、結構絶望的な話が続いていくので、心が折れそうになってるみたいですけど。野原ですね。反乱軍の合言葉。貴様ら反乱軍だな、ね。怒られちゃいますね。うん。FF2 もだいぶ前にやりましたけどね。ほんと楽しいゲームでした。諦めちゃいけない。うん。諦めなければ仲間にも会える。ありがとう。はい。どういたしまして。何もしないけどね。というわけで、まあ最初のイベントシーンがありまして、まだこの段階でマリアは仲間にはなっていませんね。最初のイベント戦をクリアする必要があります。一応最初は前回カインのイベントの配信っていうのをやりましたのでね、カインイベントの3人でやっていきます。ボスはまあさっきのイベントにも出てきたイミテーション2人ですかね。まあ何にせよ、一番最初のイベント戦で難易度も結構低いので、編成は割と適当でもどうにかなるかと思います。まあ軽くね、あしらっておきましょう。存分に震えそうだな。マリアは一応武器が弓なんですよね。まあ後で詳しく解説というか紹介はしますけど。最近あのオペラオムニアに武器種として弓矢が追加されたばっかりで、まあガチャで弓を引くしか強い武器入手する方法がないんですよね。レアリティの低い星2とか3とか4の弓矢っていうのはまだ実装されていないので、本当にガチャで専用とかが当たらないとマリアもねしばらく使えない子のまんまになってしまいます。ひどい話でした。ガチャチケットとかで回すこともできるんですけどね、なかなか当たらないので、まあ、本当にマリアとか活躍させたい人は弓矢が当たるまで頑張って
回すしかないでしょうね。今狙われてるのはレイルですかね。じゃあレイルに加えて、あとは引かせんだけですかね。こんばんは、あ、どうもこんばんは。マリアイベント攻略中ですね。バトル2のアレンジ BGM、 これデシルラのアレンジ曲の中でも自分は結構好きですね。原作のまあラスボス戦とかで流れる曲ですけれども、あっさり終わりますね。終わり。最初のイベント戦はこんなもんですね。共に戦うことに意味がある。マリアイベント、今回は結構最近の直近のイベントの中では難易度高めだと思います。弓矢が当たらないとどうにもならないっていうのもあるんですけどね、単純に敵が強いので。まあ後で戦いますけどね、結構戦闘はハラハラすると思います。でこれで2回目のイベントシーンですかね。慎重に進まないと。噂をすればガサガサと。フリオニール、そうなのか、マリアじゃないか。フリオニール、やっと FF2 の仲間と再会できたんですね。やっと会えたわ。会いたかったよ。大丈夫なのか、うん、一人で切り抜けてきたのか、うん、もうダメかと思ったわ。マリアには大丈夫、凍土があるでしょ。 FF2 最強クラスの魔法は凍土です。野原を見て、みんな思い出して、諦めずに走り続けることができた。そうだな。反乱軍の合言葉。彼女もリターナーの仲間かな。これはメインストーリーやってる、やってないとちょっと、わかりにくいところではありますけど。エドガーがまとめていた、まあ、こっち側の組織の人ではないと。元の世界の反乱軍の仲間。マリアはその仲間、まあ、一番最初から最後まで一緒に戦ってくれますからね。セクシーな衣装、本当にね、なんて言うんでしょう、原画天野義孝さんのマリアのなんでしょうね、イラストを元にこういうモデリングがされてるので、服の構造どうなってるんでしょうね、これ。しょうがねえな。ポロリしそうですけど大丈夫だ、落ち着いて聞いてくれ。つまり、そのせいで私たちは離れ離れになってましたね。まあいろんな世界の人たちが集められて戦うのがこのディシディアのお話ですからね。この世界でも奮闘せねばならない、奮闘することを強いられているんだとモグ殿は申しておりますが、肝心のモグがいないんですよね。最近イベントにモグ出てきませんよね。まあ言ったの、まあややこしい話になってきてますね、あのメインストーリーの方でも。呆れたな。まあいろいろまだ謎がありますからね。メインストーリーでもこの世界に俺たちがいる理由や神やらの真意を確かめる組織が、まあ、あのこっち側の世界でエドガーがまとめてるリターナーですね。違う世界でも反乱軍の一位だなんて。ありがとう。フリオニールらしい。どっかに反乱軍の仲間もきっといるはずだ。そうですね、まあ、絶対早かれ遅かれ2のキャラはどんどん増えていくと思います。楽しみですね。ヨーゼフさんとか来ないかな。ついてきてくれるよな。いいですとも。肝が座っておるの。素晴らしい、頼りになりますよ。どんだけマリアが頼れる子かっていうのは、あの自分が昔あのここフレッシュで配信した FF2 の配信をご覧になってください。多分あのマリアが一番活躍してますね。っていうところで、まあこのイベントシーン見ることでマリアがねようやく仲間になってくれます。まあさっきも話した通り弓矢で戦うキャラクターですね。オペラオムニアで弓矢で戦うキャラはまだ2人目で少ないんですけど、次のイベント戦からは、まあ、マリア込みのパーティーですね。
フリオニールとマリア。まだ、FF2 のキャラこの2人しかいないので、もう1人、一応、ガイの代わりとしてマッシュを入れてみました。まぁ、ちょっと、変な編成ではありますけど。ここからボスが、こいつになりますね。スパークアイ。スパークアイ、雷属性の技をいっぱい使ってくる敵でして、弱点が土と風ですね。土属性の技っていうと、まあ、ヤシトラさんのストーンがあったり、あと風属性の技っていうのをマリアが使えますので、その辺使っていけば、まあ、敵のブレイブとかは削りやすいかなというところではあります。フレンドさんはまだ適当でも、なんとかなりますかね。まだ二人なんですよ。俺たちならきっとできる。2のキャラで、まあ、実際、ボイスがついてるのはフリオニールと皇帝だけですからね。で、まあ今回初めてマリアに三石琴乃さんの声がつくっていう、ね、まだまだFF2 意外とキャラクターいますので、最終的には結構な大所帯になるかと思いますけど、今来たのが貴様ら反乱軍だな、ね、うかつに野原と口に出したら強い敵と戦う羽目になっちゃいますからね。どうもこんばんは。とりあえず弓矢ですね。自分は運よくマリアのですね、まあ、専用ではない方の弓矢ゲットできたので活躍させることができています。本当にガチャで弓矢引けないと星一つのめちゃくちゃしょぼい弓矢でしか戦えませんからね。もうちょっとこの辺救済してくれるとよかったんですけどね。星3の弓矢を実装するとか、仮にしてもそうですけどね。はい、というわけでボス戦スパークアイですかね。弱っていくほど敵の火力が上がります。なんでも短期決戦で畳みかけるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、なかなかしぶといんですよね。いきなり全体攻撃を使おうとしてるので、ちょっとここはブレイブを貯めておきましょうか。マリアを狙ってる。結構削れますね。HP が減るとこの帯電してさらに、ね、火力が上がるんですけど。ブレイブを貯める。正射必中っていうのは、まあ名前の通り絶対に当たる攻撃ですね。敵の回避率が高くてもしっかり当ててくれます。であと風属性なんで、この敵今の風に弱いですからね。一発でかなりのブレイブを削れる、結構強い技なんですよね。マリア大活躍してますね。装備が当たると強いキャラですね。野原が近い、この胸に。というわけで、まあ、2戦目も終わりました。まだちょっと今回の配信あんまり準備する時間がなかったんで、マリアのレベルがまだ関数としてないんですけどね。まあでも強いです。次が3戦目ですかね。この3戦目クリアするとマリアの専用防具ですね、エルメスの靴っていうのがもらえますので、まずはここをクリアすることを初心者さんは目標にするのがいいんじゃないかなと思いますけれども、次はマニラと、まあ、銃を使う人を2人で固めてみました。まあ、銃が好きなのでこういう編成になってますけどね。遠距離物理攻撃っていうのが、まあ、ああいうトンネル的にすごく効果的なので、銃を使う人もボス戦では割といい働きを見せてくれるんじゃないかなと思います。今度はただ4連戦になってるので、ちょっと攻撃のペースも気をつけないといけないですかね。フレンドさんはまた適当でも大丈夫かな。一応マリアイベント中なんで、マリアをフレンドさんに設定してる人とかも多いですけどね。アッサンが相手になるぜ。サッツ、まだまだね。こちらでも活躍してもらいます。この辺の敵はまだ倒しやすいんですけどね。
難易度がレベル40、50となってくると一発では倒せないぐらいになってきてますね。また2体。サハギンは確か魔法じゃないとダメージが通りにくいんでしたかね。普通の物理攻撃はちょっと耐性があって削りにくいんですけどね。一時さんは某ガンダムゲームで引いたので艦長をやってもらってる。ガンダムゲーム、ほうほう。自分は三石さんって言えばやっぱりセーラームーンの印象が強いですかね。月に変わって。あのセーラームーン、月のうさぎちゃんと比べるとだいぶ落ち着いたキャラですけどね、このマリアさんは。あとはまあエヴァのミサトさんとかですかね、有名な役っていうと。本当のここで三石さん出てくるのは意外でしたね。下屋さんかなって思ったんですけど。はい、というわけでまたボス戦ですかね。ユンセントは攻撃させてもいいかな。一応この敵ですね、あの雷と水に耐性があるので、ヴィンセントのこのライブスパークとか使うとディフェンスって出ちゃいますね。水と雷なんで、これはあのガーネットを潰しにかかってる感じですかね。世代がまあバレますかね、道一さんといえば。またマリアが狙われてるか。追いつきだ、マリアさん強いですかね。まあボスと特に相性がいいですもんね。正射必中であの弱点をつけますし、まあ、結構あの弓矢が相性武器で火力が一時的に上がってるっていうのもありますけど、風属性のアタッカーっていうのが意外とまだあの少ないですからね。まあ、バンとかあとマッシュとかもいますけど、マリアはその中でもなかなか強い方なんじゃないかなと思います。10歳下だとマリウさんになるのよ。マリウさんってすいません、自分にはわからない。マリウさん誰だろう。どうしよう、召喚が使えるな。アローレインっていうのは、これあの全体攻撃技なんですよね。まあ単体に使うと単体にしかダメージが入りませんけど、ダメージ与えつつ他の味方の HP を回復できるっていう、割とあの他のキャラにはないような攻撃なので、まあなんて言うんでしょうね、 HP 何、火ダメ何以下でクリアしようみたいなミッション回収しながらクリアしたい時とか、この技使えると結構楽になるでしょうね。すごい勢いで削っていきますね。ガンダムシードの父親役、やっぱりガンダム絡みなんだ。ガンダムは一番最初のガンダムなら見たことありますけどね、その後はちょいちょいなんかネタを知ってるぐらい。まあ、さっきもなんか強いられているんだみたいなネタをちょっと挟みましたけど、もうちょっとで倒せそうなんですけど、さらに蓄電してますね。倒した。まあ、三石さんも結構なベテランですからね、いろんな役を演じていらっしゃるかと思います。やったぜ。投稿者やめとこう。これで3戦目が終わって、まあ、最初にこの3戦目クリアするとマリアの専用防具ですね、エルメスの靴がもらえますので、まあ、ここは最低限クリアしておきたいですね。でじゃあイベントシーンまた見れますので見ておきましょうか。兄弟みたいに一休みにして早々出発するか。ワッカー2期、なんだろう、ユーナの姿が見当たらない。2の音楽もいいですよ、本当、ね、フィールドの音楽とか戦闘曲とか自分は割と好きですからね。
まあ結構いろいろなアレンジもされてますし、休憩していたらちょっとうとうとしちゃって寝坊したいうな寝癖がついてるぞ。これ FF10 にもあった場面ですよね。本当？寝癖この旅でもまたね、召喚師様の寝癖が取れたら出発しましょう。しっかりしてそうで意外と抜けてるんだな何？ユーナとワッカは幼馴染なの。まあそうですね同じ村で兄弟みたいに私たちと一緒ね。どういうことだ？お前たちも昔からの知り合いなのか。まあそうですね、ゲーム開始直後から一緒にいますからね。一緒に仲良く黒騎士に倒されてました。両親のいなかった不良ニールはマリアの家で育ててもらってた。まあそうですねフィンという国の小さな町で平和に暮らしていたの。でもある日パラメキア帝国軍の襲撃があって、許せない。両親を失い一緒に逃げたレオンハルト兄さんとも離れ離れに。そうだったの。辛いですね。ダークナイト、どこぞの国でダークナイトとして頑張っているんじゃないでしょうか。やだな、うん、帝国の侵略、違う世界にも。まあ12もそうですね、帝国と戦う話ですし、パンネロもね、あの帝国の戦争で両親を亡くしてる子なので、スピラばっかりが不幸な気がしてきたけど、理不尽なことばっか、うん、帝国に逃げたバンまで。つまりバンたちの世界でも同じようなことがありますね俺もパンネロも孤児、うん、だからって一人ではない。そうだな、俺たちは一人じゃない。世界が変わってもそれだけは変わらないよ。レオンハルトもきっとお前らガイのことにも触れてやれよ。一緒に戦った仲間だろ。ガイについて全く触れられない。共に戦いましょう。戦いましょう、爆破しましょう、うん、召喚師様の寝癖を直さねえと。ガーネットはこのボス相性がそう悪いんですよね。ちょっと待ってくださいね、この後ガチャ回しますけど、耐性が雷と水っていうことで、まあ、あの、ガーネットの場合、どっちもね、雷と水っていうことで、本当にあの、ガーネット潰しですね。露骨なガーネット潰し。ガーネットさん強いんですけどね、恩恵キャラじゃないにしても戦わせやすいですし、思い出がたくさん2はあります。自分もあります。配信とかも結構ね、盛り上がって、まあ、凍土で無双してましたね。ユーナかわいい。ユーナもかわいいですね。いい子です。とってもいい子。点2でどうしてああなったのかわかりませんけれども。ガイも好き。ガイも出てきてほしいですね。リシディア・オペラ・オムニアに来るとしたら、いつ頃になるんだろう。声が誰がつくかっていうのも気になりますけどね。個人的にはあの、竹内 P とか、ガイの役に合うんじゃないかなって思いますね。あの、弾丸ロッパでもそれっぽいキャラ演じてましたもんね。で、話を戻しましょうか。一応途中で、このガチャを回すっていうことでね、まあ今開いてます。恩恵キャラがマリアとアーバインと、あとエイコちゃんですね。この3人なので、まあ今画面に映ってるイベントガチャ回せば、その3人の、まあ相性武器が当たりやすくなってるよっていう風になってます。狙うべきはやっぱりマリアか、あとあの新登場したアーバインの専用ですかね。ユリシーズ。グレープショットっていう、まあ、あの、全体攻撃技がなかなかね、あの、ボス戦で役に立つので、これゲットすると本当に戦いやすくなると思います。まだゲットできてないんですけどね。大体カエルが悪い。カエルが悪い。うん。あの、前に自分がね、FF2 プレイした時は、マリアにひたすら凍土を使わせて、雑魚敵を相当ね、一掃させてました。パンネロも可愛い。パンネロもそうですね、12の配信やりたいですね。お尻が魅力的です。ガイはブランカ枠。俺、動物の言葉、わかる。ね。片言で。でもいい働きしてくれますからね。ガチャ。ね。ヨイチの弓が、そう。最強武器、なんでしたかね。確かそうだ。あの、リメイク版では確かあの、もっと強いのがありましたけど。まあ、ヨイチの弓が当たることを祈りつつ、5センチもぶっ込みましょう。爆破しましょう。あ、銀色じゃん。これはなかなか、いい装備が出てくるんじゃないのか。とりあえずあの、行きましょう。あ、
サーバインかマリア専用来てくれれば大当たりです。3つ目、4つ目、5つ目、あれ6つ目、ちょっと待って、銀演出はどうした。7つ目、おいおい、8つ目からサッツの星4、ゼルの星4防具とマリアの指にアーバインの銃。なるほど、どっちも専用ではないですね。星5ですけど、相性武器っていうか、まあちょっと専用よりは性能は落ちますけど、まあ持ってれば使えるっていうものになってますね。アーバインのバリアントはグレープショットじゃなくキャニスターショットですね。素早さ効果の、素早さダウンの効果アップと期間延長と。まあ銃好きなんで、出てきてくれるのは素直に嬉しいですね。ミスリル棒は、まあ正射必中ですね。さっきのボス戦でも結構使いましたけど、まあそれの威力が上がって行動負荷もダウン。で、ブレイブショーアップとかそういう嬉しいバフも乗ってくれます。実を言うとですね、このミスリル棒、おそらくこれで4つ目です。配信前に何回かガチャ回したんですけどね、びっくりするぐらいミスリル棒が出まくりまして、おそらくこれで、貫突するんではないでしょうか。しますね。なんで出るんだろう。やりんときは全然出なかったのに。まあ、せっかくだから俺はこのミスジリ棒を完全に限界突破させるぜ。やりますね。これ、あとこれは上限レベル35になったんで、素材をぶっ込んでレベル35まで持っていけば、青くなりますね。パッシブ化できます。やったぜ。ここの色ってそういう意味があるんですね。そう、ガチャ回すとき基本はなんていうか真ん中に青い玉みたいのがね、出てきますけど、それが銀色だったり金色だったりすると、まあ星5の装備品が多めに出るかなっていう、気持ち多めに出るかなっていう印象ではありますね。まあ青からいきなり金色になったりすることもありますし、まああんまり当てにはならないかもしれませんけど、ちょっと嬉しいですよね。ありますね。昨日から運がいい。さよならルイさんやめろって。昨日のそう、レコードキーパーもね、いっぱいガチャ回していっぱいいい装備品当たって、近々死ぬんじゃないかと不安になりますけどね。まあ皆さんもガチャのいい引きが見られますように、ちょっと祈っておきましょう。じゃあ、いい武器も、あ、そうだ、アーバインの武器をくっつけるの忘れてた。ごめんなさい。アーバインも、バリアントですかね。専用ではないんですけど。まあ、二丁目が出たので、ちょっとくっつけときましょうね。くっつければちょっとだけ CP が上がって、パッシブとかもつけやすくなります。長生きしてね。しますよ、もちろん。これだけガチャでいい引きをしておいて、早死なんて、してたまるか。ね。まだまだね、配信とか、仕事とか、育児とか、頑張らなきゃいけない。すぐには死ねませんよ。っていうところで、まあ良かったんじゃないですかね。イベント4戦目やりましょうか。4戦目からはまあ、恩恵キャラ3人ですね。マリアとアーバインとエイコちゃん。この3人で戦いに行きます。4戦目、まあ敵の編成はあんまり変わんないですね。最後にスパークアイが待ってるっていうのも同じでして。近距離物理耐性ダウンのデバフがかかりやすいので、ここはアーバインのグレープショットですね。でまあ弓矢とか銃の攻撃に弱くしておくとより削りやすくなるよっていう風になってるわけです。エイコちゃんはまあ役立つ場面があるかって言われると微妙ですけど、まあ HP リジェネとかで HP 回復しながら戦えるようにするとまあ持ち直しやすいかなっていう感じですかね。フレンドもまあ一応適当に強そうな人を選んでおきましょう。かっこいいとこ見せるよ。アーバインが恩恵キャラになるのは初めてですかね。アーバインはストーリー9章で仲間にできる人ですけど、登場して間もなく恩恵キャラに選ばれましたね。スロー食らっちゃったんで、ちょっとエイコちゃんは死
心配です。もらった。2戦目サハギンが硬いからサハギンの処理は A 子ちゃんとかに任せた方がいいんですかね。貫突っていうか、まあ、結構ね重ねた武器なんで弓矢が一番強くなってるのかな。この中では A 子ちゃんの専用とかも前のガチャで出てたからゲットしておきたかったんですけどね。 A 子ちゃんの動きが愛らしい、可愛いですよね。原作再現の動きというか、スパークアイ、まずは A 子ちゃんが狙われてますかね。グレープショットでちょっと遠距離物理耐性を下げておきたい。専用がないと2アクションの間しか火力というか耐性を下げてくれないんですよね。本当の専用を引いておきたかった。ブレイブがもうすでに満タンなんですけど、いや使っちまえへん。蓄電サルが狙うよ。素早さなんですね。全体攻撃が来るんで一応ブリーブは多めに保っておきましょう。また全体攻撃が飛んでくる、嫌ですね。サクレッサ、エイコちゃんは攻撃させていいか。中央どんどん使いましょう。もうこの辺で召喚使った方が早く終わりそうですね。ちょっとブレイブ貯めてから12000、すごいダメージを叩き出しますね。専用持ってないとこの遠距離物理耐性ダウンが発生する確率も低いですからね。本当は専用をゲットしたかった、まあ、今回はご縁がなかったということで。すごい、本当マリアはすごいですね。ブレイブ貯めやすい。4戦目もこれでどうにか終わりました。あとは5戦目と教頭専用ですかね。教頭専用はいけるかな。だいたいまたあのソロとかでやることになりそうな気もしますけど、まあ5戦目も同じメンツですかね。今度は召喚獣をちょっと芝に変えてやってみます。5連戦ですね。さっきよりも戦闘回数が多いので、まあ、息切れしないように頑張りましょう。めちゃくちゃなんかあの右側ピカピカしてましたね。教頭に呼ばれてるんですけど、ちょっとごめんなさい、今配信中なのでぶった切るわけにもいきませんしね。とりあえずまあフレンドさんもアーバインにした上で、フレンドさんはあの専用持ってますね。武器も防具も真っ青って、やっぱ課金してる人はすごいですね。倒せそうで倒せないですかね。まあいいや、もらった。早めに数は減らしたい。構えられた。今倒せたな。もらった。2戦目サハギンが今度は硬いやつですかね。まだまだ雑魚敵は適当にブレイクさせて倒すぐらいですぐ終わるんですけどね。実を言うとまだこの5戦目ですかね、イベント戦5戦目が
コンプリートできていないので、配信中もこれ達成できるかどうか、かなり不安なんですよね。このトンネル的にガルダはブレイクすると、こんな風に這いつくばってるんで、まあ攻撃はしやすいですね。立ち直った後、こいつは雷落としてくるんですけどね、まあ、すぐにまた撃ち落とせば問題ありません。リシディアは石の配布が多いから課金しなくてもそこそこガチャできる。そうですね、毎月大体もう何千個か石を配ってくれてますし、まあ、あと共闘とかもやると20日を合わせボーナスとかでね、石がまとめて200個もらえたりとかしますので、割と頻繁にガチャは回せるいいゲームかなと思います。公式生放送をやるたんびに出演者からね、石をたかられてる運営さんですかね、プロデューサーさんとディレクターさんがすごい毎回かわいそうになるんですけど、まだオペラオムニアは今年の2月に始まったばっかりですからね、まだ1周年とかそういう大きな節目は迎えていませんけど、多分また1周年ってなったらね、盛大に石をばらまいてくれるかと思います。今はまだね、ちょっと共闘やりづらいとかいろんな課題はありますけど、まあなんだかんだで遊びやすいようにしてくれてますからね、ユーザーに甘すぎるんじゃないかという意見も出るくらい結構意見を聞いてくれるところですので、まあ、長く続けていけば努力が報われる時も来るかもしれません、ね、今後も続けていきましょう。10月もね、またキャラ追加イベントとかやるみたいなので、爆破しましょう、ね、弓矢が爆発するのもそういうところから来てるんですかね。全体攻撃が起用としている。狙うよ。召喚はちょっとある程度削ってから撃つようにしましょうかね。いきなりもうアーバインが死にかけてるんだけど、大丈夫なのかこれ。このままだと本当にアーバインがやられてしまう。大ダメージ受けちゃいますかね。ですよね。大ダメージ受けちゃったら、まあ、エイコちゃんのリジェネとか、あとまあ、マリアさんのアローレインがありますから、それで回復はできそうですけどね。300ちょい。回復量が少なすぎますね、これ。リジェンも入れときましょうか。おう。全体攻撃が来ますかね。もうちょっとしっかりブレイブ貯めてから、アローレイン使えばね、回復量も多分多めになるんですけど、なかなかそう、たくさんは、試させてもらえないですね。全体攻撃が来る前にグレイブはちょっとたくさん貯めておきたい。痛い、いきなりこれか。ほんと今回のボス火力がおかしいですからね。これまでのなんだろう、レベル50と比べるとなかなか攻撃が激しすぎないかって思うところはありますけど、他の人はどうなんでしょうね。違和感なく問題なくクリアできてるのかな。アーバイン狙うの好きですね、この敵は。また全体が飛んでくる。半分くらい削れたら召喚を使ってもう一気に畳みかけるっていうのがいいかと思いますけど、すごいダメージ出るね。
ブレイクしたらもう敵のブレイブがとんでもないことになりそうですね。振り捧げ、これでいったらあんまり回復しないか。ブレイブの量にあんまり影響しないのかな、回復量っていうのは。ちゃんと説明を読んでいなかったんで。狙うよ。微妙。蓄電している。蓄電レベルが上がっていくと、まあ、こういうサンダラとかの威力も上がっていきますからね。サクレッド釣り体勢が下がらない。大丈夫かこんなので。専用がないとこれだから。ブレイブをちょっと貯めときましょう。次の放電とかすごい食らいそうですけどね。どうなる。1300-1400ぐらいは持ってかれちゃいますね。爆破しましょう。安定の効果力ね。サクレッド、あ、やっと下がった。そろそろ召喚を使っても良さそうですかね。ここでアーバインはフレンドのアーバインに入れ替わりましょうか。かっこいいとこ見せるよ。アーバインがアーバインに変わりました。専用を持ってるこの人のグレープショットなら強い。やっぱり専用持ちは強いですね。ガチャをさらに回したくなってしまう。狙うよ。遠距離物理耐性が下がってる時にこういう技使うとものすごい勢いでブレイブが溜まりますよね。頑張れ僕、頑張れ僕。倒せそう。振り捧げ、やりましたね。専用持ちのフレンドさんいるだけで結構ね戦いやすいというか。これでまあイベント戦5番目まで終わりましたけど、目標スコアが足りてない、なんということでしょう。2万どうやって稼げばいいんでしょうね。円屋でええのか。というわけで、まあ残りが教頭戦ですかね。あと残り時間が15分ぐらいあるのかな。専用取りに行きましょう。そういうこと？もう一回回せと。いやいや、ちょっとジェムが一応1万5000ぐらいあるので、まあ33連回すだけは一応手元にあるんですけど、ごめんなさい、ちょっと残りの石は次回以降のイベントですかね。10月は FF4 からパロムと FF8 からキスティスさんですね。で、9からクジャ。この3人が、まあ新しく実装されるっていうことで、キスティスさんは武器が無知なので、またガチャ多めに回さないと多分、星1の無知で戦うしかないっていう結構かわいそうな扱いになりそうですからね。ごめんなさい、ちょっと、今あるジェムはキスティスさんのために貯金させてください。ただですよ。一応今から教頭戦ですね、やるんですけど、教頭戦はまあコンティニューしてでもですね、1回クリアすればガチャチケが3枚手に入ります。コンプリートするとさらに3枚だったかな。なのでまあそれで回すっていうことでちょっと勘弁してください。まあ教頭戦ですね、一応やり方によってはさっきと同様、他の誰とも協力せず一人で戦うということもできるんですけど、一応まあ誰か来るのをちょっと待ってみましょうか。ホストで。さあ、接続中、部屋を作っております。誰か来てくれると、まあいつもそうですね、なんだかんだで一人でやっておりますので、まあちょっと一応リストに上がってる人たちみんなに声をかけておきましょう。自分はしょぼい装備しか持ってないので、あんまりなんていうかご期待に添えるかどうかわかりませんけど、一応自分はマリアで行きます。召喚は敵が土属性に弱いから、ブラザーズとかにしときましょうかね。
エデンさんが来てくれたか。初めてのお客さん。あの、時短に入れ替わった。ちょっと、うるさいくらいにスタンプを送りつけてあげよう。ナイス。来てくださいました。ありがとうございます。ちょっと召喚を元に戻ってるんで、ブラザーズに戻しましょうかね。召喚10ゲージ溜まる前に全滅とかしないといいんですけど。エデンさん準備完了。じゃあもうちょっと待ちましょうかね。右上260何秒って出てますので、もしかしたらもう一人入ってきてくれるかもしれませんね。揃ってないけど行きます。行くぜ。よろしく。最初エデンさんですね。まあ、自由にしてください。好きに動いてくれて大丈夫です。ルイさんの自腹で教頭戦1回はクリアできるぜっていうので、まあ、言い方は悪いですけど犠牲してくださって十分ですので、とりあえず、せっかくね、来てくださってるので、3回まではコンティニューします。いつもだったら1回までしかコンティニューやりませんけどね。なので、今回は入れませんでしたけど、次入ってみようかなという方はね、私の自腹に頼りながら、教頭戦1回クリアを、ちょっとやってみようっていうのもありですので。これなかなか攻撃するタイミングがつかめないですね。あ、サハラさんも。お疲れ様でした。アーカイブで、そうですね、アーカイブで後で楽しんでもらうということもできますので、お時間のない方はまた今度ね、ゆっくりお楽しみください。あ、エデさん気にせずHP 攻撃とかをぶちかましてくれても大丈夫です、ね、エコちゃんダメージ受けてもアローレインとかリジネで回復できますからね。というわけで、HP リジェネと攻撃力アップと最大ブレイブアップってね、バフ特盛りですからね。どっちかを先に倒した方がいいんでしょうけどね、これ。ガルダとかは HP ちょっとそんなに高くないから、すぐ倒せると思うんですよ。どうしよう。とりあえず先にガルダ狙いに行ってみますか。おう、全体攻撃放電が来ますよね。これ必中のあと4発しか撃てないのかな。ちょっと心配になってきましたね。ここで攻めに出るとブレイクしちゃいますよね。めちゃくちゃ火力が高いですけどね。バキリ。エイコちゃんがスパークアイに狙われてるけど、コンティニューするんでね、もう死ぬこと前提でいきますので、大丈夫。どうせ死んでもドラゴンボールで生き返る。ナイス、結構削ってくれましたね。 HP リジェネはまだ生きてるんで攻めるか。多分自分とエデンさん初めてこうやって共闘するのでですね、クリアすれば初顔合わせっていうのでジェム200個もらえるんですよ。まあなのでそれ込みと、あと初回クリアですかね。で、石が最低300個は確約されてますので、まあ要は3回コンティニューすればプラマイゼロになるんですね。まあそういった理由からコンティニュー3回までやります。
せっかくエデンさん来てくれたんで勝たせてあげたい。コンティニューするときはコンティニューするしないかっていうのは部屋を建てた自分がね払うことになってますので、全くエデンさんのところは痛みません。というわけで、エイコちゃんが狙われてるのに麻痺ってますね。石は力、もう石さえあれば何とでもなりますからね。あ、召喚ゲージが溜まった。ちょっとこのままだとエイコちゃんが凌辱されてしまうので、凌辱なんて言っちゃった。兄弟神器、兄弟神器ね、 FF8 で演出見ると分かりますけど、結構ひどい技なんですよね。じゃんけん後出しで弟を任せてぶん投げるっていうひどい技でした。ブレイブの上限が上がってるなら、エイコちゃんには貯めてもらう。そして爆破しましょう。ガルダがもうちょっとで倒せそうですね。おう、ナイスパンチ。お、まず一匹。ここからが本当の戦いですかね。エデンさんはもうスキル全部使い切っちゃったんで、一回コンティニューしないとまたストラサークルとか打てなくなっちゃってますね。とりあえず行けるところまでまずはこの状態で頑張ってみましょう。 HP リジネ切れそうだな。ちょっとかけ直しましょうか。ジタン結構素早いキャラでして、行動順が何回もね回ってくるんで、バフが消えちゃうのも他の人と比べて早いんですよね。エデンさんのイフリートも今呼べるようになったんですかね。今なんかゲージが溜まる音がした。痛い痛い。蓄電レベルにさらに火力を上げていく。全体攻撃が来るけど、どうしようかな。エイコちゃんの技で回復はできるか。よいしょ、削れるだけコンティニュー、多分コンティニューする流れになるので削れるだけ削っときましょう。こういう時はせめあるのみですね。ひたすら攻めましょう。全体攻撃が来ようとしている。貯めときましょうかね。ブレイブ多めに。この後の放電でどれだけ来るかですかね。うわー、必中がもうないので、おそらくこの後強雷使われて壊滅しますかね。どうせ食らうなら死なばもろとも。おう、まだ貯めていく。1万。こっから強雷使う流れなのかな。まぶり殺しにされるんですかね。いろいろなんかスタンプ使いまくって煽りたいけど、なんかそういう余裕もなくなってきた。意外と耐えますね。全体攻撃なんでダメージ量も分散されるんだ。ひどいひどいダメージを受けましたね今。ほんと振り捧げ。ちょっとでも延命するためにアローレインはもう使い切ろう。からの放電。とんでもないコンボを見た。エイコちゃんが
お別れの時間がやってきたようですね。降り注げ。HP0 ダメージ、回復量もゼロ。何だったんだ今の。もうみんな技を使い切ってやることがほとんどないですかね。どうせ死ぬなら、あんたも道連れ。終わりだ。爆破しましょう。1万。マリアが狙われてる。攻撃の要が狙われてるか。ちょっともうホストが諦めモードになってますね。できないよ。できる。俺たちには石があるだろう。耐えますね。クリティカル来ても耐えれるか。ジタン意外と耐久もいけるキャラですね。エレンさん、あとは任した。終わりだ。サンダーからのオーデンからの大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。コンティニューしてやりますよ。たちには石がある、石があるけど全体攻撃これいきなり来そうで。射抜いてみせる。大丈夫。オーデン連発やめろ。マリアがもう本当にいきなりやられそうですね。どうしたらいいんだろう。コンティニューした直後にあれはちょっとひどかったですね。次チャンス、生き延びたい。射抜いてみせる。コンティニュー3回までやるとは言いましたけど、少なく済めばそれに越したことはない。レベル3どうなっちゃうの。とりあえずリージェネを。攻める。全体攻撃が来ますかね。オーライ。これはちょっと直前に HP 攻撃しといた方が良かったでしょうね。ナイス判断でした。エイコちゃんが来るか。全体攻撃でも HP 攻撃かブレイブ攻撃だけなのか直前に分かるようになってくれてると、こちらとしてはすごい対策、対策噛みまくるわ、対策しやすいんですけどね。じわじわと削れております。全体攻撃か。今度はどっちが来るかな。とりあえずみんなにブレイブを巻いておく。射抜いてみせる。必中が来るのと、あれちょっとプレイバーためとこう。1700ぐらいはやっぱり持ってかれちゃうか。これちょっと削らないとエデンさんがやられてしまう。倒すのにも時間かかってますね。もうすぐ100アクション行こうとしてますけど、エイコちゃんがちょっと狙われてるかな。回復もしつつエレキラッシュ。おい大丈夫かエイコちゃん。
全体攻撃。そうだな、ちょっとブレイブを巻く意味で HP 自陣の使い数召喚しましょう。ここでもう削り切ります。ただエレさんこの配信見ながらやってるんで喋ってることも聞こえるでしょうけど、そうラグがありますからね、20秒ぐらいのラグがフレッシュではありますので。よいしょ、もう攻めあるのみで。本当エレンさんは気にせず好きなように動いてください。あと2回はコンティニューします。絶対にせっかく来てくださいましたからね、装備品処理してまで駆けつけてくれたので勝たせます。なんだろう、スコアは結構ひどいでしょうけど、ありがとう、ありがとうございます。やったぜ、さすがだ、ありがとうな、助かったよ。1995、目標スコア45000に対して1995ね。本当エデンさんありがとうございました。ちょっとありがとうのスタンプを送っておきたい。ありがとう。40アクション以内にどうやってクリアするんだよあんなの。被ダメージ6000以下とかね。まあとりあえず1回はクリアしました。初回クエストクリアで100ジェムと、エデンさんとは初めてマルチプレイでね、戦いましたので、200ジェムもらえます。6人目でもね、もらえますんで。お釣りが来ましたね。本当エデンさん、ありがとうございました。お忙しい中。また次回もね、エデンさんだけでなく、他の人とも、いろいろ共闘できたら楽しそうですね。本当ありがとうございました。ね。皆さんも、ちょっと長くなってしまって、申し訳ないですけど。助かりましたね、ほんと。配信的にも。一人でね、なんかダラダラ喋るよりも、なかなか楽しくできました。ありがとうございます。というわけで、ガチャチケがもらえました。3枚ですね。ここでまた、マリアの弓が出てきたら面白いですけどね。狙うはアーバインの銃、専用です。ゲットしに行きましょう。専用狙いにね。行きましょう。1枚目。ありがとうございました。ほんとね。星3つ、知ってた。まだまだ、あと2枚ある。もう1枚。青い。同じだな。内容までダブってないか。最後。ガチャチケで金が出るってなったら、まあ、結構ラッキーですけどね。はい、知ってた。おいおいダブリってレベルじゃねえぞ、おい。テンパってクエストを開いてしまった。ガチャチケ3枚回して、3枚とも同じ武器じゃないか。俺の見間違いじゃないよな。うん。なんでこんな俺の装備欄にタチが並んでるんだよ。タチ。ね、いりませんから、こんなに。3枚ともタチって、どういう引きをしてるのか。ちょっといらない装備はね、売りましょう。装備いっぱいだとね、エデンさんも、ちょっと直前でバタバタしてたように、戦闘に出られなくなっちゃうので。結構キャラクターが増えるに伴って、こういう所持枠もね、埋まりやすくなってきてるので、皆さんね、定期的に所持枠、拡張した方がいいかもしれません。共闘見るのが楽しかった。そうですか、それはよかった。またそうですね、こうやって配信続けていって、この配信見てくださってる方からもね、またどんどん共闘来てもらえるようになったら、まあ1時間丸ごと共闘だけやる配信とかも、そのうちできるようになるかもしれませんね。偏りがひどい。本当に偏りすぎですよね。何なんでしょうね。なんで3枚使って3枚ともタチが来るんでしょうね。タチを使えと。まあ、とりあえず、それ楽しそう。やってみたいんですよ、本当実を言うと。ただまあ自分が無課金でやってるので、強い武器持ってなくてですね、まあ、共闘で、ちょっさっきも一回コンティニューしちゃいましたけど、
結構すんなり勝てるっていうところまでがないので、ちょっと大丈夫かなって、皆さんちょっと足引っ張らないかなっていう心配はありますけどね。まあ、プレイ人口増えて、一緒にやれる人が増えたら、共闘だけの配信っていうのも、いつかやれたら、やってみたいなと思ってます。とりあえず、12時までの配信でしたけど、結構盛り上がって、10分ぐらいオーバーしましたけどね。とりあえず今回の配信はもうこれで、終わりにしようかなと思います。どうも、ここまでご視聴いただき、コメントもね、たくさんいただいて、共闘まで来てくださって、本当にありがとうございました。